はい、皆さんこんにちは、元気なおじいです。さあ今回はね、楽天エリアのお話なんだけども、あ、すごいね、申し訳ない、ローカルネタで申し訳ありませんね。静岡県静岡市の何だっけ、何区だ、何区だっけ、あ、出てこない、あれなんで、やばいじゃんこれやばいじゃん、区が出てこない、何区だっけ、これやばいね、さすがに。うっそー、パッと出てこないの、静岡県静岡市、青い区だ、そうやばいな、だんだんこうなってくのかな、本当何かしら毎日あるんだよね。いやー、やばい、毎日こうやって一個一個ずつどんどん曲から聞いていくんだね、やばいな。もういつの日か絶対に自分自身が分かんなくなる時が来るんだろうね、本当。皆さんこんにちは、あれ自分誰だっけ、なんで、あれ、何してるんだろう、これ何に使うんだろう、なんで収録してるんだろう、ビデオカメラがなんでこうやんの、うんーってね、こうなっちゃうよね、ほんとね、やばいよ、ね、はい、そんなわけで、静岡市両葵区両替町ね、全く支障がないよというお話になります。はい、これはね、JE さんから投稿いただきました。静岡市両替町が予定エリアから消えました。楽天エリア、ね、もう両替町だけエリア外、両替町でキャバクラ行かなくなりましたということで、ね、両替町でキャバクラ、あのね、おじいもずっと代行運転10年やってたからね、だいたいどこのビルにどんなものがあったかもしれないけど、これね、おじい全然関係ないよ、これこれいつも投稿する人いるよね、両替町で飲み行けねえとかキャバクラ行けねえって、これずっともう10個ぐらい投稿あると思うんだけど、多分同じ人だと思うんだけど、これね、この静岡のこの駅前のね、メインのもう中心街、静岡の一番もうピンポイントでもうここっていうね、そこがあるので、ほら県庁所在地とかあんじゃんね、そこのもうすぐ近くで、要は市役所のとこピンポイントで、そこのところ、ま、もうど中心のとこにあるんだけど、そこが楽天エリア外で予定からも外れてしまった、もう予定がない一生ね、もう現在と9月までの予定とそれ以降とあるんだけど、もうここ予定が一切ないところがあります。で、この両替町のね、ここのところね、これがなくなったっていうことで、キャバクラに行けないって言ってるんだけど、本当と思ってこれ見ると、これ呉服通りで、ここが市役所で、市役所の前のこれ青葉通りのとこなんだけど、いい、これが市役所で、今ここエリアね、これよいしょ、キャバクラ行けねえって言ってるけど、ここの日本線のね、これ皆さんね、ここが市役所で、ここが青葉通りにしてね、ここの一方通行でね、こっちに噴水があるんだけど、ここのところ、これ市役所で裏通りがあって、で、呉服通りがあって、両替商通りがあってっていうね、こうなってるんだけど、ここね、ここをこういうのにすると、今役所があって、で、ここなんだよね。で、今裏通りがあって、ここのつって、で、エリア、ここなんだよ。ここだけなんだよ。ここだけなんだよ。で、ここに何があるかっていうと、ちょうどね、ここのところ、ここね、角がね、マックなんだよ。マック。ね、
でマック大体ねソフトバンクあるから、あの静岡だとね楽天いらないんだよ。ほんのここのね、ここの一角だけなんで、多分2階だったら入るかもしれないね。入んねえかな。でマクドナルドで別に楽天モバイルいらないじゃん、あのでしょ。でここのマックと、あとここ何かっていうと、ここ公園だから、ここ建物がね何にもないんだよね。ここないからさ、ここじゃん、ここだけじゃん。あのこうなってて、このマックの角と、あとここら辺駐車場だからさ、ここ公園じゃん。でこの伏見ビルとかここあるけど、ここら辺に確かあのキルフェボンの本店があるんだけど、確かここら辺だと思ったんだけどね、うん、でもそこのところは中で食べれるところがテーブルが 2,3 個ぐらいしかないから支障ないよ。その中で一人で食ってる人いないから、だいたいあのカップルで食べてる人しかいねえから、だからそんなところであの楽天モバイルやらないからね、うん、ね、美味しいねっていうのは見つめ合いながらね、高級なケーキ食べてるから、だからなくて構わないし、ここのエリアにキャバクラねえから、ね、あの飲みに行けねえとかね、あの店で困るとかね、いろんな人いたけど、もうほとんどみんな楽天エリアになって、ここだけだからね。だからこのマックのここの角から ここだけだから、ほんのここだけだから、ここ駐車場だし何もないじゃん。だって公園だしさ、何にもないじゃん。こうほんのここだけだよ。何にも困らないよね。ここにキャバクラねえから、ほんとこっちだから、キャバクラここら辺とか、あとこっちだからあるのがね、ここねえからキャバクラ。もう新しくできたなら教えてねえから、そんな建物ねえから、キャバクラできるようなあのビルもテナントも何もねえから、ここね、うん、それがあここなんでね、ここなんでね、市役所があって、この裏通りがあって、でこのま、あ待てよ、ま、これ裏通りだから、これ裏通りでここだから、あ待てよ、マックギリギリ入ってんのかな、駐車場のところでこうだから、うん、キルフェボンがちょうどやばいかなってからね、ここのとこね、あとないよ、ないよ、ほんとないよ、ほとんどないよ、ね、だってそうでしょ、これが昭和通りでしょ、でー駅どこよ、駅前、ここでしょ、呉服通りでしょ、ここのビルとかね、もともとたこ焼きあったらここ案内所とか、この下とかここら辺ところはあるけど、こちら辺あったっけ、ないよね、ここの通りのここら辺にちょっと怪しいのがペンペンで、あ待てよ、入ってないな、ここじゃない、ここら辺だから、ね、ないよないよ、絶対ないよ、これ呉服通りでしょ、両替町通りでしょ、ゲーセンがあって、ここ、あ待てよ、ここらへん、何やけど、キャバクラあったかな、ここの裏とかあるかもしれないな、でもないな、ここの一角はないよね、うーん、ないよな、ある、ない、ここの通り、ここでもないよね、ここはないよね、両替所は絶対に、だって薬局とかね、ああいうのが並んでて、ハンバーガー屋みたいなとか、ここら辺、呉服通りとか、ここのところはだってそういう店ないし、両替所のところも飲み屋はあるけれども、そんないかがわしいキャバクラなんてあったかな、こっちの方ではね、ではね、うん、ないよ、ないよ、このだってこの通りから外れて、
こっち側の この通り沿いだからさ、ないよやっぱり。あ、ここら辺にね、あのキャバクラじゃなくてね、あのあれはあったね、あのちゃんとしたところ、キャバ嬢じゃない方の、ちゃんとした方のホステスのね、そこら辺がギリギリあれかな、ここら辺にあったかな、なかったかな、なんかあのちゃんとしたところがあるよね、うん、そうなんだよ、あのちゃんとしたあの企業のちゃんとした人が行くところ、そこのホステスさんもすごい頭が良くてちゃんとしたそういうところの、そこは確かあったような気がするけどね、今あるかないかわからないけど、そこちょうどかかってんのかな、ここのことを言ってんのかな、そんなものここだっけかな、違うよね、それこっちだよね、もう一個違うよね、やっぱないよここら辺ね、どうなんだろう、もうおじ町知らん、町離れて10年経ってからな、もうそろそろ、まあそんなわけで、両替商でキャバクラ行かなくなりましたって言うけど、おでもこの両替商とは言うけれども、この両替商って広くはないけど、そんなにあのここの一角が両替商じゃないからね、これね、そうかな、キャバクラでしょ、キャバクラはだって、だいたいこの予定外から外れたところがすごいお客さんいっぱい多いんだよ、うん、ここのところにお迎えに行ったりとか、なんかここら辺って、ね、あんまないよ、だけど本当そんなあの人気があるようなところって言ったやつの方が悪いかもしれないけど、普通のなんていうの、あの飲むとこなんていうんだっけね、おじい表飲み行かないから分かんないんだよ、おじい外行かないからね、スナックじゃなくてなんていうの、あのバーみたいなね、ああいうのはいっぱいあるけどさ、あとなんかあのウフフフフとかウフフフフみたいな、だってこっちでしょ、ここないよね、ここか、いやないよ、前はね確かね、こっから曲がったところの、曲がったところの、うん、ちょうどギリギリだな、なんかもうえらい昔だから、もう昔はねここら辺のビルの中にね、なんか何階かとかにね、うん、なんかそういうようなのはあったけど、今ないんじゃないかな、今こういうご時世でさ、うん、あのだいたい安っぽいのと、あと静岡なんてさ、なんていうの、こんなさびれた町でさ、なんていうの、よく映画に出てくるようなさ、なんかなんか昔の港町みたいなこうちっちゃいところのさ、なんかさびれた映画館とかなんかさね、20人ぐらい入ったらいっぱいみたいな映画館があるような、ああいうさびれた町のところでね、いらっしゃいなんていうのが、あのどこのなんとかさってみんなわかるようなね、そういうそんなようなところの町みたいな、それにちょっと毛が生えたようなところだから静岡ってね、えだから静岡ってさないじゃん、そんなに。でそのキャバクラって言ったって、静岡のキャバクラってあの一般的なキャバクラと違うでしょ、クオリティが。いや静岡のキャバクラってなんかあのなんだろう、楽しめないとこ多くない、なんとなく、なんかなんかいつもさ、常連のお客さんとかもいるけど、いつも迎えに行って、なんか見てても、なんか楽しそうなお店だなっていうのを見たことがないんだよ。高級なところはなんか、あ、すごい楽しそうだなって、こう、
出てくるお客さんがね、いやー、もけも楽しかったなんて、うるくがに、うるくがに、なんて、あー、楽しそうっすねー、なんて言いながらね、そういう話をするんだけど、そういうちゃんとしたクラブっていうのかな、高級クラブっていうのかな、そういうところは、あれだけど、あと静岡のそこら辺のなんか、3000円だよ、4000円だよとかって呼び込んでるところで、なんか楽しそうに帰ってくるお客さんってあんまりなんかいないっていうか、なんかみんなおバカっぽいとかなんていうかさ、露骨なんだよ、本当に、うん、安っぽいところのねキャバ嬢ってさ、まあ他の人がいたりとか表で平気でさ、その見送るお客の悪口言うわけじゃん、なんかいろいろテレビのドラマじゃないけど、でちゃんとしたところの人たちってそれやらないんだよ、ちゃんと解除するんだよね、そういうのね、気持ちよく返すんだけど、もうあれだね、なんかおじいを見てて一回行ってみたいなって思わないもん、うん、楽しそうだと思わないもん、なんとなくね、静岡はないでしょう、そういうところってね、まだ都会だったら話は別だけどね、東京とかさ、ね、名古屋とか大阪とかさ、ね、そういうところだったらもうすごいでしょう、ね、東京に、だって東京普通に歩いてたってさ、バニーガール歩いてるしさ、ね、いろんなコスプレした人たちが普通に歩いてるじゃん、東京って。静岡でそんなことして歩いてたらみんなじーっとかって目で追っちゃうじゃん、あの人みたいな感じで、だから全然ね違うよ ね、うん、ね、まあでもしょうがないけどね、静岡は静岡県民とか静岡市民としては楽しい場所がないから、そのなんかクオリティがなんかさ低いよね、なんかね、うん、だから本当にだからみんな都会とかああいうところに行ったら戻ってこないんだよ、本当ね、都会に行ったらさ、ね、平和な静岡に戻っておいでよって言ってもさ、なんかやだ絶対嫌だとかってなんかみんな言ってたもんね、周りね、静岡戻りたくないっつって老後は平和に戻っているからだけど、今戻りたくないって絶対みんな口揃えて言うもんね、静岡ね平和なんだよね本当ね、こう静岡って何でもそう、物好きで何でも買うとこなんだけど、静岡ってさ接客にしても何にしてもサービスのクオリティが低くても通用するとこなんだよね、でやっぱ他の地域だと絶対通用しないようなサービスでも静岡県民静岡市民は喜ぶからね、疑問に思わないでお金出すからね、だからラーメンでも何でもみんなそうだよ、ただ高いだけですごいまずいラーメンでも普通になんかテレビでね、テレビでやってるとこなんて、まあ、美味しいとこないじゃん、ね、でそれ見てあここに出てたからって言ってるだけでみんな行くし、でこれがこうでこうだってこうでこうなんだって言うと、ああ、うん、これ作ってるみたいね、うんって、うん、でもあと自分が美味しくないって感じても、うん、まあ、これがでも誰かが絶賛してたよねテレビでね、これが美味しいんだね、うん、ああやっぱ高級な味ってこういう味なんだって、そうやってみんなね自分の味覚を正しくないんだって、だから自分にとってうまいかうまくないかでしょ、そういうのってね、ああこれが美味しいって言うんだって、で静岡の人はみんなそうなんだよね、流される、でどんなまずいもんでもみんな飛びつく、ね、うん、そうなんだよ、だから静岡でいろんなものをこう試しでやってみてね、で静岡県民はみんな飛びつくからね、で静岡県民がリピートしないものは他で受けないよねっていうね、そういうのがあるからね、うん、そうなんだよ、だからね、おじいから言わせるとね、この両替所でキャバクラ行かなくなります、正解だと思うよ、本当ね、両替所までわざわざ行ってそのキャバクラ行くって、お酒を飲みたいの、それとも女の子とお話ししたいのっていうね、でどっちなのっていう、でクオリティ低いわけじゃん、ほんとまだ今時のさね、
まだあの同じお金使うんだったらね、ちゃんとしたお酒買ってきてさ、こんな、誰が飲んだか分かんない、残ったのこう戻してこんななってやったのを出されて、ええー、やってこう飲むじゃなくて、ちゃんとしたいいお酒買ってきてさ、で、テレビで一緒のライブとかね、ふわちとか、ああいうので、普通の可愛いお姉ちゃん、わーらって応援しながらね、女の子にチップやるだったらね、投げ銭で、わーなって、うわありがとうって言うね、なんてくせありがとうって言っちゃう、わーみたいなね、あ、コメント読んでくれたって言いながらね、うふがーって言いながら、やってるからなんか楽しくない、なんか、今、所有時代なんだよ、ほんと。わざわざさ、その、帰りはね、帰りも交通機関使わないと、だって車で行って車で運転して帰ってこれないしね。で、お酒飲まないでただ話行くって人もいるかもしれないけど、お酒飲めない、いるよ、お酒飲めないんだよねっていう人いるよね。お酒飲まないのに代行するのは、他の仲間とかを送ってくね、最後にしっかり人が残ってくってね、あ、よくいるけども、でもなんか楽しそうじゃないんだよね、なんかね、でいつもなんかこう、そういうね、なんかいつも行くたびに女の子を笑かせなきゃなんないから、なんかいろ、今日はなんかこんな手品覚えて、見て、大工さんなんつってね、あ、すごいっすね、だってなんかね、これこんだけかかったんだよ、いや、大変っすね。でも1回やったらもう2回目受けないでしょって、そうなんだよ、だから次何やか大変なんだよね、それだったら自分でなんか配信やった方がよくないっつってねいちいち指名して笑かしに行かないとって、自分で配信やって見に来てくれる女の子を捕まえた方が早くないって思うんだけどね、本当ね。まあでもそれが面白いって人もいるしね、ほんとね。おじい新成人なんで、新成人のマイナスなんで、現実しか見えないし、若い頃からね、仕事、なんかちょっとやべえ、金でって言うとね、代行とか昔から、まあ今もほらニュースないとあれだけど、昔はさ、大学生のバイトでもなんでもみんなね、あ、ちょっとお金がないって言うと代行のアルバイトがあってね、で、てか一日こっきりでもいいんだよ、読んで、今日一緒で足りてますかってね、ああ今日忙しいからできるって、うん、じゃあやってってなんてね、はい、これ名前書いてなんですよね、で、あと日当でくれるから、その場で現金でポーンしてね、結構人気があったんだよね、そのね、でおじいもね、若い頃からね、そこでいろいろ裏を見すぎた ね、なので現実じゃん、新成人はだ、そういうところを見れば見るほど、ああこういうとこが近づくもんじゃないなっつってね、ほんとね、みんなそうだよね、あとみんなだってほら愚痴を聞かなきゃならないじゃん、最後ホステスのお姉ちゃんとかさ、ね、ママさんとかさね、写真的に終わっておいてけどさ、愚痴聞き役なんだよね、結局ね。あと聞いてるうちなんかだんだん嫌だよね、なんかね、うん、あと、あ、気遣ってお客さんとしてどこに行くの行かないと、あ、もうこんな風にして言われるんだよねとかね、いや大変だなって思いじゃん、なんかそういうのってね。なのでね、まあおじいいんじゃないの、ちょうどもうこのマックのこの周辺がね、そこにお気に入りのお店があって、そこに楽天エリア内になったからもう行かないって、そこの意味が分かんない、 なんで楽天エリア外だとそこのキャバクラ行かなくなるのか、それが不思議だな、どういうつながりがあるのっていうね、さっぱり分かんないんだけど、おじいにつながらないんだよねこれねこれ1年前から投稿してくれてるけどね、いろんな人が、なんで両替町が楽天エリア外だとキャバクラに行かなくなるの、その理由を書いてくんないじゃん、結局さっぱりわかんない、だって楽天がない、じゃあ楽天モバイルが始まる前はどうしたのっていうね、1年半前はじゃあどうしてたのってことになるよね、なんでどうしてっていうね、わかんないね、だってキャバクラに無駄なお金をせっせせっせとつぎ込むお金があるんだったら、だってそれ用にだってモテるじゃん、
新聞1枚ね。だって今支援しないでモテるでしょ。だから何もいらないじゃん。楽天があったってないって関係ないじゃん。そんなあのドブにするお金があったら、ちゃんと用意できるじゃん、ね。まあ、ドブにするお金した人はね、そこで働いてる人見たら、私両替所でキャバクラやってんだけど、失礼だわっていう人がいる。でもそんなあのキャバクラのねお姉ちゃんはね、おじいの動画なんか見ねえから、本当絶対に。あー、ぬるくなっちゃったね。はい、そんなわけでね、つながらないで、これに関しておじいずっと疑問だったんだけど、前ね、両替商で、極上だか両替商で商売をやっててね、それで、楽天モバイルに変えちゃったね。そしたところ県外で電話が使えないね、お客さんと連絡取れないから商売上がったりだっていうね、そういうのは見たんで、それは分かるんだよ、意味が。ああ、それは大変だったねってね。だ、でも普通ね、普通っていうか、普通、まあ、おじいの中の普通なんだけど、特にその水商売だったら、そのプライベートの電話と分けるでしょう、普通番号を。まあそればっか毎日ね、そういう毎日だったらさ、まあ、普段出ないとか、相手見とかね。でもなんかこう、その時だけのってなんか分けない、こうプライベートでいつもその電話を持ってて、なんかなんかあれじゃない、嫌じゃない、なんとなく。おじいだったらね、持たないね、絶対に。その仕事はその仕事用で、仕事の時だけ電源入れて使うようにして、プライベート使わないからね。多分おじいが水商売やってたら絶対に分けるよ、うん。だって嫌だもん。だってそんな水商売ごときで、だってプライベート邪魔されてこないし、だってないじゃんそんなの、ね、ないよ、どんなことあってもないよ、うん。お客さんとのお付き合いっていうのもね、大切かもしれないけど、でもそこまでのものをやらないと回っていかないような、そんな商売の仕方しないよ、おじいはね、うん。しないね、ないね、ない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 ね、ありえない、うん。まあそんなわけでね、まあ分かんないな、両替所で、だから予定エリアから消えたから、もう両替所だけエリア外で、両替所でキャバクラ行かなくなりましたね。何なんだろうね、分かんない。おじを説得できる、説明できる方いたらお願いしますね。そうだね。でもね、いい機会だと思うよ、本当。今の時代ね、本当もう昔の時代なら分かるよ。なんかなんていうの、サラリーマンやっててね、でだから仕事帰りにね、なんかむしゃくしゃすんな、ストレスたまるな、うちに帰ってもなっていう人が、まあちょっとこうね、まあ小遣いの範囲でね、今安いところでね、ちょっとお話ししてっかって、まあ、その範囲だったら分かるんだけど、今の時代こんなに楽しいことがいっぱいあってさ、うん。で静岡の声でおじさんがテレビなんか見たりとかするとさ、いろんなね、こういうキャバ嬢でもなんでもさ、テレビでよくやってんじゃん。あとみんな努力してんじゃん、競争があってすごい。で、やっぱ努力した分だけこういう世界もやっぱこうなんだなっていうね。だからどんな世界にもやっぱ努力ってのは一緒なんだなってあるけど、静岡の場合ね、見てるとね、そういうのがないんだよ。競争もないし、全体的にクオリティが低いんで、
競争にならないんだよ結局。だテレビで見るようなね、あそこにね、あのいい子がいるとかね、あのそういうのってねあんまないし、で静岡って町がちっちゃいから、だからそのいい子っていうのはだいたいそのキャバ嬢にいないからね、だいたいあの高級クラブのねホステスさんにそっちの方に行ってるんで、そこに集中しちゃうから、だあのキャバ嬢ですごくテレビに出てくるようなね、あのちゃんとしたキャバ嬢ってすごい、あの機転が効いて配慮が効いてね、でとても美人でね、あのすごくお客さんを楽しませてくれて、そんなキャバ嬢いないよ絶対ね、あの見たことがない本当、おじいの人生の中で本当、うん、もうかなり長い期間ね、若い時と年取ってからと、あのずっといろんなお店で、ね、あのお客さん迎えに出入りしてたけど、ないね、あんまないね、まあ、たまたまあのそういうところのお店巡り合わなかっただけかもしれないけど、でもそれだけやってれば ほとんどのところみんな、ね、どこに何ビルがあって何ビルの何階がどことかで、ここが辞めて名前が変わったとか、これがあっちに行ったとか、だいたい全部頭の中入るじゃん、やってる時っていうのは。だから本当あんまりお呼びが来ないところっていうのは、もうなんていうのかな、おじいが知らないところっていうのは、だもう普通に車で行って車で帰るとか、なんかなんていうかな、こうだらしがないような店ではないっていうかね、そういう客層が行くところではないっていうか、またねちゃんとしたところがあるんだよね、おそらくね、うん、まあいいと思うよ、もう今の時代行かなくて正解だと思うよ、しかも予定から消えたで、あれじゃん命の危険を冒してなんで今ね、いいじゃん行かなくなりましたね、だってさ、じゃあ楽天モバイルが両替所ね、じゃあ全部エリアになったとしたら、じゃあ行くの？行ってたの？この1年半ぐらいの間にもう楽天になってたら行ってたの？キャバクラに。怖いね、それこそね自覚がないよ。まずそんなところに行かないでしょ、ちゃんとお仕事が終わったらね、なるべく本当に自覚を持ってうちの中にいるでしょうね。もうでも思うだけに遊びに行く自体が、でもそれで経済がっていうのもあるかもしれないけどね、まあ、保証を受けてるところはやらない、うちの近所なんてみんなあれで保証もらった方がね、中途半端に商売っても人来ないからってみんな紙貼ってみんな休んでるところ多いしね。どの道ね、楽天モバイルがねエリアが行ってから行かなくなりましたとかって、あってもなくても行くような状況じゃないじゃん今コロナで、まだ今後もずっと続くしね、でもうもうコロナの前の頃にはもう戻らないってね、そういう説もあるわけだしね、本当怖いよ、これからは怖いよ本当、一生以上にそのわざわざプライベートタイムでね危険を冒して命がけでその余分なミスを取りに行ってね、だ本当の意味の命がけになっちゃうと思うね、怖いね本当ね、うん、おじいどこめかな、もうだって お風呂行きたいけどお風呂も我慢してるもん、もっとたまには銭湯行きたいよっつってどっか行きたいよって思ってんだけど、じーっと我慢してるよ本当ね、でたまには海に行ってのんびりご飯も食べたいんだけど、それも我慢してるもん、だって風でね、だって風上からね誰かのゴホンゴホンってウイルスがパーンって岩木飛んでくるわけでしょ、ね、だからこう何メーター以内に何分以上っ
ってそんなもの関係なしに表にいると飛んでくるじゃん、ウイルスが。それ考えると余分に外に行きたいなと思わないしね、怖いね本当ね。であとなんだっけ、濃厚接触だとかね、あの5分以上一緒にいた人とかあんじゃん。じゃあ5分以上一緒にいないと知らないのってね。マスクなしでおーいあごめんバイバイってね、たったこの 2,3 秒のこれで映んないのっていうね、まあ、おかしいよね。まあ、その中でね、まあ、根本的にあでもあれだよね、キャバクラ業界からも怒られちゃうね、でもねだおじいこの人言ってるんだよね、行かなくなる、行かなくて正解ね、本当。でも何のためにこれね、タバコとかお酒と同じ習慣だからね、だから一回行かなくなったらもう行かなくなるんだよ、本当。同じそれと同じなんだよ、ね、子供の頃ゲーセン通いしてたけども、ゲーセン行かなくなったらね、もう中毒のように毎日行ってたのがね、行かなくなるでしょう、それと同じなんだよ、ね、習慣癖だからね、一回もう行かなくなるともうそれが当たり前になる、ね、でなんか寂しいなと思ったらね、今ライブ配信でもう大きい画面で女の子見ながらお酒飲みながらね、コメント書いてね、ピョピョってやったね、ね、大天使ありがとうって感じで、ね、やってればいいじゃん本当ね、ね、今からお酒飲む乾杯とかってコメント書いてね、5000円ぐらいの花火ポーンって一発上げてくれれば、うわー花火来た、ありがとう、誰さん、うん、今から何乾杯なの、あ本当乾杯とかでやってくれるよね。なのでね、往復の交通費とかね、そこのところでいろいろ指名したりとか、なんだこのお金使うんだとかね、それは今ちゃんと女の子相手してくれるからね、うん、そういう時代でございます。はい、つまんねえ話題だな朝からね、本当ね、そんなわけで全く支障はないです。まあ、そもそもね、本当ここのピンポイントのところで、ここのところでね、そんなにキャバクラ行かなくなりましたっていうほど、そんなエリアじゃねえから、ここね、本当ここの一角でキャバクラなんて、ここら辺とかのぐっすり集中してるの、ここら辺じゃん、ここ楽天エリア内に腐るほどいっぱいあるんで、ね、ここら辺思い当たんないもんだって、何があるのっていう、そんなに行くところあるのかないよ。でも本当普通に考えてないよ、絶対ないよ、本当絶対とは言い切れないけども、隠れたところがあるかもしれないけど、でもここら辺はでもないよ、相場から言ってないよ、本当ね、うん、だいたい大体の人が行くキャバクラだいたいここら辺からここら辺だからないですね。楽天モバイルのせいにしてるけど、楽天モバイルのせいではないしね、楽天モバイルのエリア内エリア外だから行く行かないっていう理由がどうにも見当たらないしね、なんでなんだろう、ね、分かんないよね。その楽天本当に行きたいと思ったら楽天モバイルのなんだろうが行くでしょ、だって普通行きたいなと思ったら違う、おじいや分かんないな本当。例えばね、おじいが大好きなさ、下田ね、下田港水族館とかさね、伊東園ホテルとかあるじゃん。であそこに行くとソフトバンクとかさね、あそこら辺が本当県外になっちゃったりとかね、レンタルワイファイが県外になっちゃったりとか、入れないところは結構いっぱいあるんだよ、ね。あそこ行くと電波が入らないからなって言って、じゃあ行きたくないっておじいが思ったことあるかというと、ないよ、何回も行くもん、電波なんかね関係ないよ、ほんとそこに行きたいなと思ったら電波がなくてもう行くよ、ほんとねえ。で最近はさ、富士山の上でもね、ソフトバンクとかなんか入るみたいだけどさ、前はだって山の上行っちゃうと入んなかったでしょね。あ、富士山登ってみたいけど、いや楽天エリア内だしな、
富士山行かなくなりましたこれと同じなんだって、って感じだね。ああ暑いなー、あの海水浴行きたいな、でもな波打ち際電波入らないんだよな、海行かなくなりましたって、これと同じだよね結局ね。ちょっと隣の町まで行きたいんだけど、トンネルの中楽天モバイル入らないんだよね、だから隣の町行かなくなりました。これで一緒だよね、まあ、そんな感じだね、まあいいや、この話題は楽しい方向に行かないからやめましょう、ね、終わりましょう、はい終了。